ここからは実践編です。今まで使ったスキルを使って今度はお天気アイコンを作ってみましょう。画面の方では正方形を4つ並べた状態にしておいてください。こちらの正方形はこれから作成していくアイコンの台紙となる部分です。ちょっとこのように動いてしまっては困るので動かないようにロックをかけておきたいと思います。すべてを選択してオブジェクトメニューのロック選択と進めます。そうすると選択されているですね、4つのオブジェクトをロックして全く動かないようにすることができます。お天気アイコンの完成図はこちらです。まずは簡単な取り組みやすいこちらの曇りのマークから作成してみましょう。まずは楕円形ツールで中心から線を描くということでオプションキー、オルトキーを押しながらさらにシフトキーを押すことで線を描画できます。はい、で同じようにしてこちらの横のあたりからまたちょっと線を描画していきます。はい、でここでもう一つのですね、片方のパーツも全く同じ形にしていきたいと思いますので移動コピーしていきましょう。選択ツールに持ち替えて中心点を選びオプションキーを押しながらコピーをしていきます。そしてこれをシェイプ形成ツールで合体していきます。すべてを選択した状態でわーっとドラッグをするとこんな形でここで雲ができました。ここで線幅を設定しておきます。次にこの雲を応用してこの雨降りのマークをですね作っていきたいと思います。では、この雲はですね隣に移動コピーをしておきます。そしてここで雨が降っているこの直線をですね変えていきたいと思います。ここで使うのは直線ツールです。適当な位置からまずは1本好きな角度でこのように線を描いていきます。選択ツールを使ってオプションキーを押しながらコピーします。そして、ここでメニューバーからの設定になりますけれどもこちらのオブジェクトメニューですね、一番上の変形というところに変形の繰り返しという機能があります。こちらを使っていきます。ここでですねぜひこのショートカットを覚えておいてください。これもよく使う機能です。 Mac の場合はコマンド D、 Windows の場合はコントロール D を押していきます。先ほど行った変形、移動をコピーしたという作業がこのコントロール D を押すごとに何度も繰り返されます。これによって等間隔で配置することができるんですね。では、ここまで設定したら雲の方をちょっと手前に、雨はこの雲の後ろに隠してあげる必要がありますので、雲の方を選択して順番を入れ替えます。オブジェクトメニューの今度は上から2番目重ね順というところで最前面へ順番が入れ替わりましたね。イラストレーターでは直前に描いたオブジェクトがどんどん上に重なっていくような形になります。なので、後から順番を変更したいときにはこのオブジェクトメニューというところをぜひ覚えておいてください。今度はこの雪だるまのマークを描いてみましょう。まずは中心から円を2つ描いていきます。選択ツールに持ち替えてバランスを調整していきましょう。そして合体したいオブジェクトを選択しシェイプ形成ツールで1つにしておきます。頭の上に帽子をかぶせておきましょう。ここでは長方形ツールを使ってます。塗りをグロン、そ
そして線をなしにしておきます。ここですね、このマークのところでちょっと角度をつけてあげると、はい、こんな感じで帽子として載せていくことができます。では、今度は同じように目を描いていきますね。線を移動コピーしていきます。オプションキーを押しながら配置をして、今度は雪だるまの口を描画していきます。これはですね、直線ツールを使っています。直線ツールで線を描いていきます。ここでは線を黒にして適当な線幅を設定しておきましょう。ちょっと位置がずれていますけども、こういうあの微妙な位置をですね、調整するときにはキーボードの矢印キーを押してあげることでも位置を調整できます。では最後に一番の難関であるこの太陽のマークを描いていきます。楕円形ツールに持ち替えて中心から円を描画します。はい、直線ツールに持ち替えて一本作成し、ここから、回転コピーを行っていきます。この太陽の中心に焦点を当てて、ここを中心にして今選択されている線を回転コピーしていくわけですが、ここで回転をするための専用のツール、この回転ツールを使っていきます。このですね、的のような部分、今ここから中心に回転しますよとなっている部分をこの太陽の中心にします。マウスポインターをこの真ん中に合わせたら、オプションキー、 Windows の方はオルトキーを押しながらクリックしていきます。そうするとここを中心にして何度回転しますかという設定を入力することができます。ここでは45度ですね。プレビューのボタンを押して回転角度を確認しておいてください。そしてこちら OK をしてしまうとただの移動になってしまうので、コピーですね、コピーを押しておきます。そしてここからはコマンド D、 Windows の方はコントロール D を繰り返し押していくことで、これで太陽の形が完成です。では今描いた、これらのオブジェクト、複数のパーツからなるものもありますので、バラバラにならないようにひとまとめにするグループ化という設定をしておきたいと思います。まずは太陽からすべてのパーツを選択して、グループ化の機能はオブジェクトメニューの中のこちらグループというところで設定します。ここもですね、ぜひショートカットを覚えておいてください。コントロール G、 コマンド G がショートカットです。で、こちらを設定すると、一度クリックしたときにすべてのパーツが一緒にまとめて選択されるのがわかると思うんですね。これでバラバラになる心配がありません。ここまでできるとさまざまな形を組み合わせて、いろんなアイコンにチャレンジすることができます。これらのグルメに関するアイコンも作成してみてください。次の動画で正解例を発表します。